皆さんこんにちは、ケアキョウです。本日は要支援、要介護について解説をしていきます。介護の仕事していると必ず耳にする要支援、要介護というキーワード、方針の時に思ったより軽く出たといったようなお声も時折お聞きします。そもそも要支援、要介護認定が何なのか、なぜ思っていた結果と異なる結果が出るのか、といったところを解説していきたいと思います。ぜひ皆さんの現場での体験談であるとか、私はこう思うというようなご意見ありましたら、コメント欄の方までよろしくお願いいたします。また個別のご相談ありましたら、ケア長の LINE まで概要欄からメッセージいただければと思います。それでは見ていきましょう。そもそも要支援、要介護とは何のことでしょうか。一言で言えば、日常生活の中でどの程度介護を必要とするかを表した介護の必要度という指標と捉えられます。要介護、要支援の認定は65歳以上の方、もしくは40歳以上で要介護状態が特定疾病に基づく人が受けることができます。これは介護認定調査を受けることで判定をされて、被該当要支援1、2、要介護1から5の合計8段階に分かれて分類をされます。介護や支援が必要と判断されることで初めて介護保険制度を利用することができます。要介護、要支援の階級によって異なることとしては、どんなサービスを受けられるのか、どの程度サービスを受けられるのか、こういったことが変わってきます。例えば特養は要介護3以上でなければ入れませんし、例えば要支援1と要介護5では使えるサービス量に7倍ほどの開きがあります。では要支援と要介護の違いを見ていきましょう。要支援は身体や精神に障害があり、状態の軽減や悪化の防止サービスを利用した方がいいと見込まれる状態です。要支援には1と2があり、要支援1が最も自立に近い階級段階になります。厚生労働省の国民生活基礎調査の結果によると、要支援の2段階においてでも必要な時に手を貸す程度が6から7割程度となっているそうです。ですので、要支援だから介護は不要というわけではなりませんので、注意が必要です。次に要介護を見ていきましょう。要介護は身体や精神に何かしらの障害があるため、日常生活において一部もしくは全てにおいて継続した介護が必要な状態を指します。要介護には1から5の5段階があります。要介護1が最も軽く、要介護5が最も介護が必要とされる状態です。判定をされる訪問認定調査においては、ご家族の状況であるとか本人の認定調査を受ける際の様子などを確認がされます。この判定ですが、どのように判定をされるんでしょうか。介護認定においては、訪問の調査、主治医の意見書をもとに介護サービスの必要度合いを判定をしています。訪問調査の回答をコンピューターに入力をし、介護に要する時間や手間を要介護認定等基準時間として算出がされます。そして最終的には、保健医療福祉の専門家による審査会議である介護認定審査会が認定を下すことになります。ここまで介護認定に関してその概要をご紹介してきました。しっかり調査をして専門家が認定を下すので、ちゃんとした調査結果、認定結果が出ると考えがちですが、実際には思ったよりも軽い結果が出たと応用声よく耳にします。今回はその理由4つご紹介していきます。まず1つ目の理由が、見栄を張ってしまうからです。介護度は周囲の手助けがどれだけ必要なのかを表す指標といっても過言ではありません。そのため、介護認定を受けるご本人からしたら、できるだけ軽く出てほしいと考えてしまうことも理解ができます。そのため、普段はできないことであってもできると頑張ってしまうことがあります。また認知症の方の場合、お客さんが来るとシャキッとするという方もいらっしゃいますので、本人にその気がなくても元気そう、あるいははっきりとしていると見えてしまいがちなところがあります。2つ目の理由ですが、短時間の訪問調査で全ての判断、認定を下す必要があるということも理由です。介護認定の訪問調査は市町村から依頼をされたケアマネが行います。そのため、普段、介護サービスとして関わっている介護職やケアマネとは違う方が認定調査を行うことになります。加えて、訪問の認定調査はおおよそ所要時間として1時間程度です。認定調査員も当然一生懸命に公平に判断をするということは意識をしていますが、こうした短い時間であると、やはり、正確に判断をする、これは非
常に難しいものだとも言えます。3つ目の理由ですが、主治医は病気のことしか知らない、こういうことも理由として考えられます。認定においては主治医による意見書も非常に大切です。しかしお医者さんは病気を見るプロだと言えると思います。また基本的にお医者さんの専門領域は細かく分類されていることが多いですから、高齢者の方の生活に関しては詳しくないですし、そもそも生活が専門領域ではありません。ですので、主治医による意見書が病気によりがちというところももしかしたらあるかもしれません。4つ目の理由ですが、介護認定審査会のメンバーによっても左右される、こんな現実もあるそうです。先ほどお伝えをした通り、最終的な判断を行う介護認定審査会ですが、これは福祉・医療・保健の専門家によって構成されているものになります。しかしその人数の比率・バランスに関しては定義がされていません。ですので、ある会議では医療の専門家が多く、一方で福祉の専門家が少ないということもありますし、逆の場合もあります。となると同じ事象を見ても見る角度が異なりますので、認識する必要な介護度も異なってくることがあります。こうした理由で介護認定がイメージと異なるという結果が起きていそうです。また地方自治体によっても介護認定の出され方が重めに出る、あるいは軽めに出るということもあるそうです。ここまではどうして介護認定と実情がずれてしまうのかを解説してきましたが、どうすれば適切な認定を出してもらえるんでしょうか。大きく4つ分けて解説をしていきます。まず1つ目は、できるだけ正直に話すようご本人にお伝えしましょう。認定調査を受ける際、当然見栄を張りたくなるお気持ちもわかりますが、それでは意味がない、ご家族が大変なことになるかもしれないといったことをご本人に伝えることは大切です。また逆に実際よりもオーバーに言っても意見書と合わないとして再調査になったりする場合もあります。一度の審査でしっかりと適切な認定を出してもらうためにも、現状をありのままそのまま伝えられるようにしましょう。2つ目、次に、事前に質問事項を確認をしてメモをしておくこと、これもポイントです。1つ目とも近いのですが、審査員がお家に来ることで緊張してしまうこともあります。そのため必要な情報を伝えることができなかったというケースがあります。調査ですが、はい、いいえだけで調査が終わることはなく、審査員に具体的に生活の状況を伝える必要があります。そのためにも事前に質問項目を確認をして伝えるべきことを準備しておくことも重要です。3つ目は、本人の様子を理解している人が同席をする、これも非常に重要です。介護においてはご本人と介護をしている家族の間に認識にズレがあるということは多々あります。また本人が状況を正しく説明できないということもあります。普段どんな介護をしているか、何に困っているのかを事前に確認をしておきましょう。また可能なら状況の把握をしているケアマネにも同席をしていただくことも、正しい認定を出すためには重要かもしれません。最後に、主治医に生活のことを事前に伝えておく、これも重要です。主治医は認定調査に同席をすることはないですが、訪問調査の結果と主治医の意見書によって、認定をされますので、正しい介護認定を受けるにおいては大切なことです。普段の生活で何に困っているのか、何が変わってきているのかといった状況を事前にしっかりと伝えておく必要があります。またこの主治医の選び方も大切で、本人の状況を総合的に知ってくれているお医者さんであることが大切です。一つの病状しか知らないと適切に意見書を書くことができない、あるいはそもそも意見書を書くことができないということもありますので、注意をしておきましょう。今回は介護認定調査のポイントをご紹介しました。適切な介護度が出ることは、本人やご家族、介護職にとっても大切なことです。介護認定を受ける人が近くにいらっしゃったら、ぜひアドバイスをしてみてあげてください。また何か個別のご相談事があれば、ケア長の LINE まで概要欄からメッセージいただければと思います。この動画が少しでも役に立ったと思っていただけたら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、ベルマークのクリックをよろしくお願いいたします。それでは最後までありがとうございました。また次の動画で、さようなら。